少し引きつけたところで結構待っていいから、そう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 、前になりすぎないように。 OKOK OKOK、 はい、上体回してきてよ、回してきてよ。 OKOK、 では次はバックハンドを教えていただきたいと思います。バックハンドのコツ何かありますか？はい、バックハンド、ちょっと見た感じだと、これもちょっとフォアに近いところはあるんだけど、体がこう傾くっていうのもあるし、ちょっと踏み込みが少し大きすぎちゃう、見てるとね、結構こう入って、でしかもちょっとつま先から入ってる感じが強いね、そうすると結構この状態の時に体がこう倒れちゃうというか丸まっちゃうから、そうするとラケットがうまく出てこなくなって当たりがブレちゃったりとかしやすいから、ちょっと簡単なというか、もう本当に少しの意識なんだけど、右足の踏み込みを、よく言うちょっとかかとから入ることで、内に向けるんじゃなくてちょっと前に向けながら入っていくこと、そうそうそう、そういう入り方でボールに対して入ってくる、そう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 、この形で、その形キープできればいくらでも体こうひねってもらって構わないから、はい、そうそうそう、ちょっとそこの右足の踏み込み方っていうのを、そうそうそう、いつもちょっとこういうふうに内に、そう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 、ちょっとなっちゃう癖があるから、それをちょっとだけ前に、そうそうそう、開きながら打つっていうのをちょっと意識してやっていきましょう。はい、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、はい、右足を、そうだね、今、はい、右足を、はい、よいよ、はいはい、すごいぎこちなくなったな、はい、よいよ、はいよ、はいよ、はいよ、あ、いよいよ、はい、そう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 、ちょっとぎこちなくなるのはしょうがないけど、あ、そうそう、右足の向きを意識しながら、そうそう、でもうちょっと打点を前じゃなくて、もう少し待っていう、引きつけたところで、後ろに待つってこと、左足を軸にする感じかな、うん、そうそうそう、こうなりやすいのを、今だとちょっとこっちを開いたから少しこう泳ぎやすくなっちゃうから、少し引きつけたところで打点を取るように、そう、ちょっと待って、あ、おしおしお、ごめんごめん、あ、よっ、はいよ、はい、待って、おしおし、あ、よっ、はい、もっと回ってきていいよ、待ってよ、体はぐっと回っていいよ、そうそう、いいよいいよ、はい、上だけ上だけ、あ、そう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 、いいよ、今の今の、そう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 、いいよ、はい、回してきていいよ、おしおし、あ、よっ、はい、はい、そうそう、あ、いいよ、そう、オッケーオッケー、はい、上体回してきてよ、回してきてよ、オッケーオッケー、あ、よっ、はい、そうそうそう、あ、いいよいいよ、今の今の、はい、右足と、オッケーオッケー、よっ、右足の入り方と、おしおし、いいよいいよ、はい、よっ、はい、そう、オッケー、はいよ、はい、そう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 、振り遅れる覚悟で打点、そうそう、遅らせ、そうそう、今ぐらいの位置、今ぐらいの位置、結構待っていいから、そう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 、前になりすぎないように、 OKOK、 いいよ、はい、はい、そう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 、いいよ、今の今、はい、 OKOK、 いいよ、いいよ、はい、そう、いいよ、はい、あと3つ、そう、 OK、 いいよ、 OK、 一回あと2ついこうか、あと2つ、はい、右足と、そう、はいよ、はい、右足の入り方と体、あ、OK、OK、 いいよ、いいよ、ちょっと打点が今までの意識よりちょっとこう引きつけるから少し違和感があると思うんだけど、結構それ我慢できると当たりがね良くなると思うんで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちょっと今バック打ってもらったんで、少し入り方と、少し打点を言ったんで、結構違和感があると思う、本当に結構違和感ありました、違和感あると思う、ただちょっとちゃんとこう引きつけてこの入り方ができてる時の当たりはすごくいい当たりをしてたんで、それがあとはちょっとずつ回数増やしていけるようにすれば大丈夫かなとは思います、はい、はい。ちなみに他のポイントって何かあったりしますか？他のポイントに関しては、今のちょっと話にもつながるんですけど、左腕がちょっとやっぱり出てこない傾向があるかな、今までやっぱり見てると右がこう頑張って、で右手で引っ張るぞっていう形が強いから、左手がすごくこう置いていかれがちになっちゃうんで、ちょっとそこを改善できるといいかと思います、フォアハンドにつながるんですけど、テイクバックをまた左手の位置をまた一緒こっちの背中側に引くっていうよりは、ちょっとイメージ外側に持ってて、
そっち側に、そう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 、で外からぶつけるようなイメージ、そうそう、大きくこの後は引いてもらってもいいから、今ね、そうそうそう、今ね結構失礼こっちに引いちゃうじゃない、はい、こっちにこうやって回っていっちゃうじゃない、はい、それをイメージとしてはこっち側に引くぐらいのイメージ、外側に引いて外から外ぶつけていくイメージ、そうするとちょっとさっき言ってた打点を引きつけるっていうのも少しやりやすくなるから、こっちの回転ではなくてこっちの外側からのちょっと回転というか出し方を意識しながらやっていきましょう。はい、はい、じゃあちょっと外側にイメージして、はい、よいよ、でもうちょっと待とうか待とうか、そうさっきの、あ、そうそう、それそこまで待っちゃっていいよ、はい、はいよ、はい、外から、そうそうそう、右手の引っ張りをちょっと抑えたいので、あ、そう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 、はいよ、左手で前に止まる、そう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 、はいよ、はいよ、はい、左手、そう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 、はいよ、はい、オッケー、はいよ、はい、左手外から、そう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 、今の感じ、今の感じ、左手外側から、そう、はい、よいよ、左手外側から回す、そう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 、今ね、今ね、外側から回っていく、オッケー、いいよ、はい、よいしょ、はい、外から、そうそうそう、はい、よ、もう振り遅れてもいい覚悟で打点引きつける、そう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 、はい、よ、はい、外から回る、あ、オッケーオッケーオッケー、はい、外側から、あ、オッケーオッケー、よ、はい、外側から、オッケー、そう、肘が背中側に行き過ぎないように、そう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 、あと4つ、はい、外から、はいよ、はい、はい、外側から、そうそうそう、あ、今の今の今の、はいよ、外側から回してくる、そう、はいよ、ラスト、はい、外側から回してくる、そう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 、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、まあちょっとバックハンド今打ってもらって、まあ足の、まあ結構右半身が強いタイプ、ね、なんで、まあ、足もそうだし、まあ、上半身も右手で引っ張る感じが強いから、まあ、入り方としてちょっとだけやっぱりこういう内側に入るっていうのを少し抑えて、まあ、っすぐ前とまではいかないけどちょっと斜めぐらいには抑えた状態で入っていくっていうのと、まあ、ちょっとこうテイクバックの形としてはこっちに背中丸めるってよりは外側からラケット引っ張って前に、そうそうそう、素直に出せるようにしていきたいっていうのが大まかな2点でございます。はい、なんか実際に打ってみて結構すごい私引きつけちゃって、それであのフォアハンドも一緒なんですけど上半身にすごい力が入りやすかったんですね。なんですけど自分が思ったよりもちょっと遅くに打ったりとか、あのこっち側、こっちに引っ掛けるんじゃなくって、遠くにこう出していくっていうのですごい自分に余裕が持ってて、すごいリラックスして打てる印象だったので、あの引き続き自分のテニスに取り入れていきたいと思います。ありがとうございました。続いてサーブを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。トスはそのまま向いてる方向に対してまっすぐ、そう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 、でそう、オッケー、いいよいいよ、肩めっちゃため作りますか。 Thank you.